戦国時代というと武士たちの命を懸けた戦いのイメージが強いと思いますが、インパクトの大きさで言えば当時の政治上も相当なものです。今回は男性なら絶対に気になる戦国時代の政治上について紹介したいと思います。今では考えられない当時の政治上を知ることで戦国時代のイメージが覆ってしまうかもしれません。ぜひ最後までご覧ください。それでは見ていきましょう。庶民は交わり放題だった。戦国時代の庶民は頻繁に性行為をしており、男も女も不倫するのは日常茶飯事のことだったようです。当時は避妊といった概念がなく、性行為をした女性たちは次々に妊娠しました。それなら人口も一気に増加しそうなものですが、医療技術が乏しかった戦国時代では出産時に亡くなってしまう子供も多かったようです。こういった時代背景を考慮すると、子孫を残さなければならないという本能が働き、性行為が盛んだったのかもしれません。現代の日本では少子化が問題になっていて、一人の女性が子供を出産する平均人数は 1.5 人を下回る数字になっていますが、江戸時代では地域差はあるようですが、この数は6から7人ほどであったと言われています。出陣3日前の武士や武将は禁欲。庶民よりも武士や武将の方が性に対して盛んなイメージを持っている人も多いのではないでしょうか。しかし戦国時代では女性は汚れたものとして扱われる風潮があり、女性との性行為は縁起が悪いとされていました。そのため武士や武将たちは戦で縁起の悪いことが起こらぬよう女性との性行為を控えていました。特に出陣前の3日間は気を集中させる神聖な期間であり、女性との性行為は絶対に禁止とされ、性行為をした武士や武将は討ち死にすると言われていました。打って変わって出陣後は交わり放題。出陣前にはあれほど厳しかった女性との性行為ですが、出陣後には許されていたため、呼称や娼婦、側室を戦場へと呼びつけていたようです。ただし戦中でも陣中は女人禁制が原則でした。山中深くは経理、目にするのは狐や狸ばかりという時には、密かに持ち歩いている旬画を取り出し自分で慰める武士もいたといいます。また当時の性交渉の基本はまさに一触即発、特に先人ではいつ敵が襲ってくるかわからずささっと済ませるのが常識でした。そのため呼称に性行為の相手をさせていたそうです。呼称とは武士の付き人で、主人の警護や雑用が主な役割でした。武将たちはお気に入りの呼称を少なくとも一人は戦場に連れていたようです。女性との性行為を禁止されていた武士や武将たちは、溜まっていた性欲を同じ武士や武将である男同士で慰め合って解消していました。戦国武将のほとんどは妻や側室とも交わり、何職もこなすという両党使いでした。戦国武将のうち呼称を置かず女職一職だったのは豊臣秀吉くらいのものだったと言われています。戦国武将が呼称を置いた最も大きな理由は、それが当時の上流社会では常識だったからなのです。男職はもともと女性が入れない寺院から流行り始め、いつしか武士の世界にも入ってきました。合戦が始まった時、戦場に女性を連れて行くわけにはいきません。一方少年ならいざという時戦闘要員にもなるので、手軽に欲望を満たすには便利な存在だったのです。さらに女性には生理があるため、血の汚れのイメージがつきまとい、神聖な戦場を汚すとも見られていました。それもありもっぱら呼称が武士の相手を務めて、それが平時にも及ぶようになったのです。天下統一を目指した織田信長や風林火山の戦法が有名な人材活用のプロ武田信玄なども男色の毛があったというのは有名な話です。例えば織田信長は将来を有望視されていた呼称の森蘭丸を寵愛しており、二人は互いに愛し合う関係だったのだとか。また武田信玄は自身の呼称を好きになり、ラブレターを送るなどして言い寄っています。戦国時代での性行為は健康の源とされており、武将たちは熱心に性行為について研究していました。松永久秀もその一人で、指導書と呼ばれる性行為について研究した書を残しています。指導書には、
体位の指南や年齢に応じた適切な射精回数、女性が浴場しているときに性交してはいけないといったことが記載されていました。松永久秀はその内容について家中の者たちに家訓として守らせたようです。戦国時代には各地に城下町が栄えるようになっていきました。人々が集まると次第に売春婦の数も増えていったのです。戦国時代の売春婦はそのビジネススタイルによって違った名前で呼ばれていました。立ち気味、街角に立って商売をしていた女性は立ち気味、大抵二人一組で客を待ち、傘をかぶった女が客と交渉し、ベールをかぶって顔を隠した女を紹介するのです。顔を見せてビジネスが成立すると、客と二人でどこぞへと姿を消していきました。辻気味、また路地で商売していたのが辻気味とは言っても、路地でブラブラしていたわけではなく、一応粗末な店を構えていました。売春宿の走りとも言えるでしょう。陸に一見アマを装いながら売春をしていたのが陸に、総員内で相手をすれば出張サービスにも応じていました。先人にも戦死者の弔いを装って潜入し、武士たちの相手をすることがあったといいます。五人女郎、五人女郎は元は戦場で打ち取った首に首化粧を施すのが仕事でしたが、次第に戦陣で売春するようになっていきました。ほとんどが政略結婚、男性の家に女性が嫁ぐことが多い現代日本の嫁離婚が定着したのは実は戦国時代です。そして戦国時代の結婚はほとんどが政略結婚でした。大教家同士が婚姻を結ぶことはお互いの絆を強固にするための手段であり、同盟関係を周辺諸国に見せつける上でも重要でした。例えば織田信長と斎藤道山の娘濃姫の結婚、これは織田家と斎藤家の対立を収束させるために交わされた典型的な政略結婚でした。そして織田信長自身も妹のお市や娘たちを他の大名家に嫁がせ、勢力の拡大に利用しています。その他、立場の弱い大名が勢力の強い大名家に娘を嫁がせることで自国の安泰を図る場合や、一門の団結と家臣の忠誠心を強化するため家臣に娘を嫁がせる場合もありました。いずれにしても戦国時代の結婚はほとんどが両者の恋愛感情の有無にかかわらず、利害関係のみによって交わされるものであり、大名家に生まれた女性は多かれ少なかれ政治の道具として利用される運命にあったのです。また戦国時代に恋愛結婚が少なかった理由の一つに、現在よりもかなり婚期が早かったことが挙げられます。男性は元服と初陣を経た15歳ぐらいで、女性は初潮を迎える12歳前後が結婚適齢期とされていました。わずか9歳で徳川信康、家康の嫡男に嫁いだ織田信長の娘徳姫や、物心もつかない3歳で前田利常、利家の四男に嫁いだ徳川秀忠の娘玉姫のような例もあり、恋愛経験すらないまま結婚させられた夫婦がとても多かったことは明らかです。こうして見てみると、現代とは大きくかけ離れている戦国時代の政治上は当時の文化や風潮に大きく影響されていることがわかりますね。インパクトのあるヤバい政治上ばかり紹介しましたが、歴史的背景を知り面白いと感じていただけたら幸いです。それでは今回も最後までご覧いただきありがとうございました。